フェリックス・ヨーゼフ・ホンモットルは、オーストリアの指揮者、作曲家である。ワーグナーのベーゼンドンク歌曲集を還元楽用に、編曲したことで知られる。ウンター・ザンクト・ファイトの出身、ウィーン音楽院でアントン・ブルックナーらに支持して、優秀な成績を収める。生前は最も華麗な指揮者の一人として認められたが、アグネス・ベルナウアーなどの歌劇の他に、 多数の歌曲を作曲している。卓越した音楽教師でもあり、ビルヘルム・フランツ・ロイスやベルギーのワーグナー歌手、エルネスト・ヴァンダイクも門人の一人である。ワーグナー作品の有能な指揮者として、なおはせ、バイロイトでは、ニーベルングの指輪の最初の全曲上演の準備で、ハンス・リヒターの助手を務めた。1886年には、 バイロイト音楽祭でトリスタンとイゾルデを指揮している。1881年から1903年まではカールス・スルウェ歌劇場の指揮者となり、とりわけワーグナーやベルリオーズの作品の上演で活躍した。後年はワーグナーの専門家としてロンドンやニューヨークを訪れ、1903年にはメトロポリタン歌劇場の客演指揮者となった。1904年に ベルリン芸術アカデミーの委員長に就任する。1907年6月にウェルテミニオン社の自動ピアノに自作のトランスクリプションを含む録音を制作した。1911年6月21日にミュンヘンで100回目のトリスタンの公演を指揮している最中に心臓発射に倒れ、7月2日に同地の病院で息を引き取った。ありがとうございます。